どうしたんですか？本当の緊急 SOS です、はい、俺仕事してたらね、はい、壁にもうサブイブが巨大なムカデが、さあゆうやさんの部屋にムカデが現れたということで今カメラを回しております。全体的にモザイクかもしれないですけど、ちょっとズームしてもいいですか？でモザイクでいきましょう。そうなんだ、こういう感じです。苦手な方は今回おやめください。いやこれは本当のムカデだね。いやもうケンちゃん笑っちゃってたもんね、うん、俺の帽子の上に。そう、帽子の上にさっき縦横無尽に歩いてたんですけど、いやビビった。でもあれだね、おとなしいね。おとなしくはあるけど、さあそしてですね、ゆうやさんはなんと下から段ボールを持ってきて、はい、軍手をしてなんとかしようとしてるみたいですけど、はい、なんとかできるんですか？いや、なんとかはできるかわからない。わからないですけど、こう外に出そうと思ってるんですけど。なるほど。すぐそこではいけないと思うんで、はい、まず、はい、段階としては1個あれですよ、ですか、池に入れないでくださいね。頑張る。全処します。池ぽちゃんはちょっと私も困るんで、ちょっと全処します大変なことになるんで。僕の計画としてはですよ、はい、まず下に落とす。もう下に何、風下に落とす、はい、でキャッチする、うんうんうん、でこうやってても動かないかもしれないから、こうやったらスッとやって、まずここにベランダに出します。あ、なるほど。でもう一回掴んで、うん、で庭に落とします、うんうん、で庭行って、うん、庭から山に。あ、3段階もうだって段ボールに乗せてさ1階まで運んだよ。いや、スピードが全然やばい。その、今、出してないかもしれない。ああ、ムカデ自体がね。今だと、やってるけど。なるほど。うわーどうすんだって。ムカデってそんな早いっけ？この箱が猛毒。やめてよー。どうですか、ゴキブリとムカデどっちが嫌ですか？ムカデだね。ムカデなんだ。だってその、毒がさ。俺ゴキブリの方が嫌だけどな。ムカデはだって遅いもん。いや、ムカデ遅くないんだって、俺はね知ってる。あれ、今どこ行きました？見やがした。今カーテンの裏に行ってどっか行きましたね。カーテンの裏にいるんだったら好都合なんだけど、パンパンやればこういうこと。ああ、なるほど。行くんじゃない？さあめちゃくちゃビビってます。ちょっとさ、その日の光でさちょっと影が出るんじゃない？あ、いや、ケンちゃんここだ。え？消えたってのだけでこれ一番消えちゃう。あー、下にいる。どこ？ここ出た。あ、外に今出ようとしています。さあ、ベランダに出ました。さあ、なんで来んだよお前、くっつくんじゃねえよいやこっち来んじゃねえよ。さあ、外にベランダまでは出ました。何ちょっとさ、キャンプ気分味わおうとしてんの？何ちょっと日光浴みたいな椅子用意してあって。気持ちいいんですよ。気持ちいいんだ。いや、俺思った以上にもうサブイボーコーで全身がなんかザラザラしてきた。どうしよう。いや、計画通り段ボールに乗っけるって。とりあえず下に開いて。え、何なんかわかんない、これ笹がゴムを通過して静電気かと思ったらそうじゃないですね。ゴム手袋貫通しないでよ。さあ、ゆうやさんは見失った？この下にいると思う。いなくなった。もう見失うのだけは本当勘弁ですよ。あれ、この下にいたのに。いや、多分その這ってどっか行っちゃったんじゃない？このやばいやばい、下をちょっと、やばいやばいやばい、どっか行っちゃったね。あ、見失いました。家の中入ってってた？わぁ、いない。この間じゃない？あ、この間だ。この溝の間に入ってったんだ。いや、やっちまったな、これは。さあ、皆さん、大変なことが起きました。巨大ムカデを見失いました。俺マジ仕事になんねえよ。さあ、これはもう一回入ってくるのか、それとも、このまま外に
出てってくれるのか。気をつけてね、手とか足とか。はい、さあこの、いやーこれは完全にどっか隅に入りましたね。残念。でもここはさ、はい、あーもう外だよね。ここはもう外です。だから窓をちゃんと閉めておけば、うん、まあその入ってくることはないだろうというふうに思いますけど、まあこういう換気の隙間。違うんだな、そもそもなんでいたんだよって話じゃん、部屋に。本当だ、あなんか痒い、痒い、体が痒い。なんか残念、そんなことある。いてて、いて、なになに、静電気この手すり触るんじゃなかった、静電気めっちゃくるんですよ、ここ。ちょっと待って、ちょっと待って、いてててて、今あなたゴム手袋してる。いや、してたんだけど痛かった。この事務所すごいですね、やっぱり。うん、私もゴム手してたんですけど静電気にやられました。ムカデではないです、大丈夫です、皆さん安心してください。やっと漏電が治ったな。はいはい、漏電はもうあれからしてないです、治ったと本当に思ってます、はい、と思ったら、うん、夏になる前から、うん、最近実はアシナガバチもここいて、あ、飛んでますね、庭でよく見ます、はい、このまま行くと、はい、事務所の中にムカデはやばくない？確かに、だって言ったらさ、なんか忙しくなって、うん、止まったりするかもしれないわけじゃん、その時にその寝床にムカデがそのさあ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 ってきたら、どう、なに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 、なんかガサッとした気がする嘘嘘嘘、すいません、はい、入りましょう、部屋にも。そうですね、はい、中に入ったら、ムカデがいたらちょっとウケるんですけどね。この中にはいないですよね。いや、いなかったです、はい、いなかったです、はい、あれ、この靴買ったんですか。はいやっぱ快適に過ごそうとしてるな、ね、いや、ただ一気にここに出るの怖くなっちゃったから。確かにそうか、そこにいたらムカデ、あ、行って、何、静電気なんだよこの事務所でもついさっきまでは快適だったんですよ、本当に。最初ここで見たんですか、この壁を張ってた時ですか。いや、ほんと怖かったんですけど、はい、ここで普通に仕事してたんです。はい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 、こうやって、はい、なんか動くものが目に入ったんで。なるほど、まあ虫かな、まあ別にあのうちちっちゃい雲、はいはい、よくよく見ます。もう共存してるの、はい、俺あのいてもいいっていうふうに俺は聞いてるんで。私はもうそう思ってます。あのなんかいろいろ良くない虫は食べてくれたりとか、また雲かなと思ってパッと見たら、うん、こんぐらいのが、いや、そんぐらいだったね、完全にゆるゆるゆるって動いてて、やっぱほんとびっくりすると声出ないよね。まあそうなるよね、こうなってから、うん、で動画を、ま、回そうかどうか迷ったよ、はい、でもやっぱりムカデがこの俺のなんか帽子で遊び始めたらへんから、確かにね、うん、ちょっと回そうと、これはちょっと回しとかなきゃいけないなと思って。あれ、いや、これさ、ゆうやさん、その網戸警察に言われたことを守ってないんだね。マジかよ、網戸は右側って言われてたじゃん。いや、こっちは守ってんだこっちは守ってんだ、こっちは守ってたのに、うん、それだから入ってきたんじゃない、もしかして。マジ達也さんが網戸は右って言ってたのに、ゆうやさん、かたくなに左なんだって、もしかしたらみんな思ってるかもしれない。いや、かたくなに俺左するってもうしてたんだけど。わかるわかる、俺もそうしてるもん。でも俺、今やめるあ、もう網戸は、じゃあ網戸はもうほんと右で、網戸協会もそうだし、はい、初谷さんすいません、はい、俺さっきからリアクション全部ほんとだからね。うん、わかる、ほんとに嫌なの、うん、だからこれ網戸こっちにするわ皆さん、やはり網戸は右側の方が、虫が入ってこないんじゃないかなという結論に達しました。ムカデ入ってきちゃうから、ムカデ入ってきちゃうんだね。いやー、怖かった。でもどっから入ってきたんだろう。いやー、ちょっと本当逆に言えばここじゃないとしたらさ、うん、こっちの可能性もあるのかな。もう入ってくる可能性はあるんじゃない。でムカデ割と平べったいからね、そんな隙間ちょっとあれば入ってこれるよ、やっぱり。どっからどう伝ってそこ来たの。だって向こうからこっちに向かってきたってことはさ、うん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 、
こっから入ってきてこう言ってこうかもしれないけど、うん、こっちから入ってきてこうだった可能性もある。その可能性もあるよね。だから俺とか他の人の部屋から、いやー本当に全身イボイボ今出てる。もう思い残すことはないですか？思い残すことしかないです。うん、そうか、確かに。ちょっと次はカメラ回せるか分かんないですけど、はい、次見かけたら、うん、もうカメラ回す前にやっぱどっかにぶん投げたいんで。そうしたらそうだね。今日はじゃあ軍手したまま。そうですね、今日こう仕事していきたいな。ちょっと皆さんびっくりさせてしまったと思うんですけども、はい、やっぱり全部出していこうと思いますので。なるほど。状況は分かりました。はい、すごく快適だったんですけども、はい、ここに関しては正直俺1回で仕事しようかなっていうぐらいな気持ちですけれども、うん、1回なのでも入ってきそうだけど、じゃあ2回でやります。ありがとう。さよなら。ムカデに対してさよならってことね、それは。OK。はい、カット。